5日間シリーズの本命対抗バトル開催4日目の争い、競争水面上は1つ目の準優第10レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇杉山貴博、2号艇小宮敦、3号艇岡部博、4号艇松井健二、5号艇谷川翔太、6号艇藤田康弘、以上の6選手が争います。インコースは1号艇の杉山貴博です。予選道中で4つの白星を挙げています。人気の中心1号艇杉山、隣にコースには2号艇の小宮敦です。2日目後半から3日目にかけて3連勝をマークしました2号艇の小宮、3コースには3号艇の岡部博です。昨日は1着2着でポイントを大きく伸ばしました。4コース角には4号艇の松井健二です。予選3日間4コースから3回走って1着が2回、2着は1回取っています。5コースは5号艇の谷川翔太、効率よくポイント重ねて予選クリアです。オースト6コースが6号艇の藤田康弘、初日は好発進を見せています。枠番通りの3対3です。進入インコースから1番フランス、3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。ほとんど横一線揃ったスタート。1周1マーク、1号艇の杉間インから伸ばして逃げる、3号艇の岡部マークに行きます、2号艇小宮、4号艇松井の差し、バックストレッチ先頭1号艇の杉間です。2番手は2号艇の小宮、外3号艇の岡部、内4号艇松井の争い、その後ろ5号艇の谷川、6号艇藤田、スタート正常でした。1周にマークの旋回です。1号艇の杉間が先頭です。2番手は4号艇の松井、小さく待って6号艇の藤田攻める、2号艇の小宮ホーム直線コース、4号艇の松井、6号艇の藤田、2番手4号艇の松井、一定心半のリードを取っています。6号艇藤田が3番手の3号艇の岡部に、差がなく2号艇の小宮に、5号艇の谷川3番手、2番手、3番手、4号艇の松井がバックストレッチ、単独の2番手、その後ろ3番手争いが4手横一線となりました。2号艇の小宮、3号艇の岡部、外は6号艇の藤田に、5号艇の谷川です。2周にマークの旋回、1号艇杉間トップ、4号艇松井が2番手抜け出して、3番手3号艇の岡部、外6号艇の藤田握ってきます。ホーム直線コース、3番手は3号艇の岡部です。レースこれから最終周回に入ってきます。3番手は3号艇の岡部ですが、リードはまだ2停止です。最終周回マーク、1号艇杉間、4号艇松井、3番手3号艇の岡部、外は6号艇の藤田握ってきます。内作2号艇の小宮、最後のバックストレッチ3番手3号艇の岡部、3停止のリードを取っています。上位体制は1番4番3番の体制です。その後ろが6号艇の藤田、2号艇の小宮が4番手、5号艇の谷川最高峰です。ラストマーク、1号艇杉間、4号艇の松井、3番手は3号艇の岡部が守り切っています。直線コースまもなくゴール、先頭1番の杉山ゴール、4番松井、3番の岡部ゴリ、6番の藤田、7番の小宮、ラストは5番の谷川ゴリ。